市川栄之助明治5年11月25日は菓子本屋、日本語教師、和佐国に生まれる、東京芝で三河屋という菓子本屋を開いた。明治2年にたまたま用事があって築地に行った時に DC グリーン宣教師が道に迷っているのを見てジェスチャーで案内することを通して知り合いになった。それがきっかけでグリーンの日本語教師になった。 グリーンが神戸に移住するときに市川に同行を求めた。市川は神戸に同行することを承認し、貸本屋を処分して神戸に夫婦で同行することになった。神戸ではグリーンの近くに家を借りて毎日通って日本語を教え続けた。明治4年3月に来日した OH 牛リック宣教師にも日本語を教えた。明治4年5月京都で 万国博覧会が開かれた時に開催された宣教師会議に出席するために、ギューリックは夫婦で長都に行った。近況のキリスト教を理由として明治4年5月13日、金曜日夜に近所の家を訪ねた時に逮捕され、夫人の市川松も同行を求められた。家宅捜索をされ証拠品を押収され、二人は留置所に閉じ込められた。逮捕時に押収された書物は、 漢文の旧約全書、新約全書、JC ヘボンの翻訳によるマタイによる福音書、ヨハネによる福音書、マルコによる福音書、祈祷文の写本。市川栄之助は外人礼拝に出席していたため、キリスト教を信仰した容疑がかけられた。そして、京都の壇上台に送られてしまった。グリーン宣教師らはこの事件をアメリカ領事館に訴え、 アメリカ領事は、兵庫県知事、中山新品に抗議し、釈放を求めたが、市川栄之助は、キリスト教信仰を理由に拷問にかけられ、キリスト教の信者であるかどうか、厳しく取り調べられた。市川はそれを否定し続け、寛大な処置を求めた。明治5年11月25日に、牢内で秘密裏に処刑され死去した。明治三年六月のグリーン宣教師の証言では、 市川は祈りについて尋ね、キリスト者になるという決意を明らかにしていた。だが、伝道さえしなければ、日本政府も手出ししないと述べたので、グリーンは、漢文聖書で、マタイによる、福音書の最後にあるイエスキリストの命令を示した。グリーンは市川が、キリスト者であるために受けなければならない苦難に対して、 十分な準備ができているかを危惧していたが、市川が毎日聖書を読んでいたことに期待を持っていた。グリーンは日本でキリシタンジャシューモンの義は固くご近世たりという考察を見て市川に解説してもらう。また裏紙四番崩れの事件をアメリカンボードに報告し、心境の自由を守るための運動を呼びかけた。これを受けてアメリカボードは日本における心境の自由を アメリカ政府に訴えた。明治4年にアメリカ合衆国と条約改定交渉を行った岩倉県外施設は日本におけるキリスト教迫害はないと主張したが、レ・ロングが市川のことを問題にしたと言われる。明治6年にキリスト教禁止令は解かれた。グリーンは釈放された未亡人の市川松を引き取って障害世話をし、 アメリカンボードに未亡人に支払う年金を請求した。未亡人の市川松姉妹は明治7年4月19日の神戸公会設立の日に宣令を受け、明治42年7月30日に焦点。市川栄之助は自覚的な信仰を持っていたか不明であり、宣令も受けていないが、彼を日本における最初のプロテスタントを殉教者とする説もある。原種明の建てた、 墓碑銘には次のように書かれている。市川夫妻の日、市川栄之助君は、東京の一つとに、キリスト教を、学府、明治4年6月このゆえをもってその妻松と共に、神戸の獄につなぎかれ翌年11月病を得て、京都二条の獄に出身ぜ米国宣教師を講師に、訴え二玉、岩倉大使欧米順友の都にあり、米国国務大臣の正すところとなる大使直ちに、 これを本国に通し心境のため入国せる者を、方面始発で、近況の政策を撤去せしむ君また、眠りを安してかなりキリスト教有しこれを立つ。1909年7月、公式発表は老子となっている。イエス進み来たり、彼らに語りて、言いたも、我は、天にても、地にても一切の剣を与えられたり。 さればンジら行きて、諸々の国人を弟子となし、父と子と精霊との何よりて、バプテスマを施し、我がンジらに命ぜしすべてのことを守るべきを教えよ。見よ、我れは世の終わりまで常にンジらと共にあるなり。クリスチャン新聞2009年12月6日号、日本キリスト教団の日本伝道150年記念神徒大会の説教。 信徒が開いた日本電動、山北信久。ありがとうございます。